そうだよ。はい。申し訳ございませんでした。はい。いやー、これは本当にね、大きなミスでございます。もう今ね、緊急で動画撮ってるんですけども、知らんかった。ごめんなさい。はい。もう何のことだかね、わかんない方もいると思うし、ああ、はい、やっぱりね、謝罪動画出したなと思った方もいらっしゃると思いますが、そうですね。いやー、気づかんかったわ。ということで、はい、昨日のね、動画出ていたと思うんですけど、まあ、トイックのね、結果を出したんですけども、まあ、紙の、トイックのね、そのスコアシートっていうのが最後だということでね、はい、11月、2023年11月が最後ですよということで、あ、11月来た、最後か、これか、と思って、はい、動画出したんですけども、まあ、いろいろなね、指摘が来まして、もうプレミア公開かけて、そもそも動画が流れる前に来てましたね。延長されましたよ、ってね。はい。2023年までって言ってましたけど、2024年までなんですよって来て、ほわーって言ってね。はい。もうプレミア公開の段階で、もういろんな人から来ました、連絡が。そして、もうね、コメント欄にも来てましたよね。そうですね。はい。では発表されてましたね。11月30日に発表されてたんだ。はい。2024年度トイックプログラム公開テスト紙の公式認定証発行についてというのがね、来てたんですよ。2023年4月より開始いたしました TOEIC プログラム公開テストデジタル公式認定証発行に伴い、2024年度以降の紙の公式認定証発行について検討を進めてまいりましたが、ご利用状況を鑑み、難しい漢字、2024年度に実施する公開テストでは従来通り紙の発行を継続することといたしましたと。だからいっぱい来てたんですね。紙のね、続けてくださいってね、やめないでくださいってね、来てたんだと思うんですよ、ね、森哲さんが破って捨てるやつ見たいんで、絶対やめないでくださいっていう声がトイック運営委員会にたくさん届いてたってことなんですよね。っていうのは、まあまあまあ、ね、冗談はさておき、まあネット苦手な人がたくさんいますから、どうせそういう風になってたんだと思いますよ、ね、結果の見方が分かんないとかさ。あ、まあまあ、トイックのね、ホームページ自体も変えるべきだと思いますけどね。あのね、結果の分からなさ、どこにあるんだみたいなね。なので、多分来ていたんだと思いますよ。はい。見れませんとかね。それ、どうやって保存すればいいのかわかりませんね。PDF でこうやって出てきてね。それをどうすればいいの一体っていうのがいっぱい来てたんだと思うんですよ。紙が欲しい。で、紙をまだまだお願いしますっていう声が来てたと思うので、残るということです。はい。受験者の皆様には引き続きデジタル公式認定証と紙の公式認定証の両方をご提供いたしますと。発行を継続ということが決まりましたんで、じゃあ、24年も同じ状況になるのかな？いや、もうわかんないですよ。別に紙なくてもいいんで。ネットのやつで、そう、今までっていうのはね、アビリティーズメジャードっていう、いわゆる正答率ですね。それが紙じゃないと見えなかったんですよ。でもね、今年に入ってから見えるようになったんですよ、デジタルでもね。だから、もうわざわざ紙で、こう、はいってやる必要なくなったわけですよ。それでね、結果をこう見せるやつね。で、しかも早いから、ね、ネット上にね、出る方が2週間ぐらいでしたっけ？それで来るので1ヶ月待たなくていいんで、なんでまあそっちが良かったんですよね。多くの人というか、まあ僕もすぐに出すことができるっていうので、ね、やったんですけど、そうかって感じかな。まあ、紙が続くんだったら、はい、紙のやつはやるって思ったけど、別にやる必要ないんだもんね。破る儀式はどっかでね、やってもいいかなと思いますが、まあまた24年でもし最後ってなったら、はい、最終回ってやるかもしれませんが、まあ、なんかね、結局24年もね、いろいろ来て、25年も続けることにしましたとかってなりそうだしね。はい。そしたらね、また最終回はまた伸びるって感じなんで、まあ、もしかしたら最終回は来ないかもしれませんけどもね。はい、という感じでございます。デジタルのやつもさ、なんでさ、2週間後の火曜日でしたっけ？になるときはさ、アビリティーズメジャーとまだ見れないんですよ。ただただ結果だけで。その次の日に出てくんだよね。あれ一緒にできないのかな？なんでわざわざ点数だけが1日早く出るのかよくわかんないですけど。まあ、デジタルのものだと消えちゃうんでね、多分ね、2年ぐらいでしたっけ？表示されてるのって1年ちょっとでしたっけ？前のやつって消えてっちゃうよね、表示がね。だからそういった面でも、まあ、もしかしたら、紙のものっていうのがあった方がいいっていう意見が多かったのかもしれませんね。はい。その辺のことは私には詳しくはわかりませんが。ということで、謝罪でございます。はい。本当に申し訳ございませんでした。まあ、これからもトイックを受け続けますので、一緒にね、頑張っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ぜひ高評価、チャンネル登録はよろしくお願いいたします。さあ、年末ちょっと頑張っていきますので、まあまあ、冬季講習がずっと続いてて忙しいは忙しいんですけど、動画ちょっと出していきますんで、はい。
いよいよあれも出していけると思いますので、ぜひ見てください。